ャンネル。サブチャンネル。やばい。鳴子鳴らしてる。はい。もうね、この動画は高知県民限定の動画なので。そうなの。もう説明もいらないですね。うん、ああ、あれねってみんななっちゃうから。そう。みんな見たことのあるものしかないでしょう。確かに解説不要だ。この辺もみんな知ってんのかな。どれぐらいの知名度なんだ。まあまあね、この動画を見てない人は知らないかもしれないけど。見てる人にとって黒潮くんの存在なんて当たり前ですからね。さりげなく名前説明した。これ黒潮くんって言うんですね。これ黒潮くんですよ。結構ぬいぐるみにしては大きいですよね。これね。なんかなんちゃもんじゃんいますよ、これ。ああ、いる。あのドワイトフェアフィールドね。いや、いやそれ勝手な名前だから、こっちの。なんちゃもんじゃに固有の名前なんてねえんだよ。黒潮くんですよ、次から。確かに。ああ、でも色はドワイトフェアフィールドだけど。うん、形は形こういうのいますよ。形と色をなんかこうそれぞれくっつけたら黒潮くんになるから。さすがに覚えてない。覚えてない。それは普通ですからね。ということで、はい、高知県ですよ。高知県民の皆さん見てますか。他の皆さん見てませんか。見てない人は答えられないですよ。そうだね。うん、じゃあ反応がなくてよかったな。だからもうあの高知県以外の悪口とか言っても全然大丈夫。人が見てないんだから悪口言っていいという思想やばいだろ。陰口だから、うん。高知県の人しか見てないから。そうね、これ高知県の人しか見てないですから。もちろんそうですよ。そう、なんで高知県の人しか見てない動画撮ってるかって話よ。はい。俺ね、私、高知県でイベントやらせていただき、お世話になりました。すごい。あ、わざわざ。わざわざね。祝。そう、今回はね、カーボンニュートラルに関する取り組みを一緒にやっていこうという感じのイベントになってましてですね、それの告知をさせていただこうかなということを思ってます。カーボンニュートラル。そう。環境のあれだよね。そうです。CO2 とかね、温室効果ガス、まあ特にカーボンって言ってるのは CO2 だな。うん、の排出量と吸出量の、和を。吸出量っていうの。吸収量が。助け出す。ちょっと九州からの眺めが。カーボンニュートラルというのは CO2 の排出量と吸収量を、はい、まあトントンにしましょうねと。CO2 を出すのゼロにしようじゃないんだよね。そうそうそう。もう絶対出ちゃうけど、うん、まあ植物の光合成とかで数分あるから、そうトータルでゼロだったらいいんじゃねってそういう話。そういう考え方ですね、はい、昔カーボンオフセットなんて呼んだりしてましたけど、そういった流れでカーボンニュートラルという言葉がね最近は使われてますよ、うん、でだから森林が吸収したりとかそういう分も OK になってるわけですけど、まあ、これが2050年までに達成できるといいなっていう話なわけですね、はい、でかつ2030年までに CO2 を約 45%、うん、削減できるといいなみたいなのが、まあ、カーボンニュートラルとして掲げられてるわけですけど、50年にはガチゼロってこと。ガチゼロ、すごガチゼロのために、まあそのためのステップとして2030年までに 45% 減らそうと、はいはい、はい、いうことをやってて、これをやると産業革命以前だから200年ぐらいまでね、150年ぐらい前かな、あ18世紀イギリス、18世紀イギリスの18世紀、じゃあ250年だ、19世紀だな、19世紀か、うん、じゃあ俺が合ってたな、うん、別にこれ高知県の人がね確認してくれればいいから詳しくはね、産業革命が、そうだよ、産業革命以前と比較して平均気温上昇を 1.5 度に抑えることができるよと、これが達成できるとねって言われてるんです。で結構今の感じでいくと 1.5 どころじゃ全然済まねえぞと、なるほどね、まあ 2. 点いくつとかいっちゃう、はいはいはい、いうレベルが予想されてるのでなんとかしましょうねってなってるわけですよ、ってことを高知県の皆さんと考えていきましょうよってイベントやるわけですね。 なかなかこういった動画を撮ることも珍しいじゃん、うん、でもねそれぐらいちょっと高価なイベントになってまして、それ高知県の人しか行けないやつ、ね、基本的に高知県の人が来ることが多いと思うんだけど、なんと高知県以外の人も来られます。おただこの動画見てないのであんまり見ないです。そうね、そう、うん、本当はね全然行けるんだけど、ね、そうそう本当は行けるんですが、うん、残念ながらちょっと届かない。そう、残念ながらこの声は皆さんがね、高知県民の皆さんが外で言うと他の人に聞こえますけど、ね、高知県民の皆様が宣伝しなかった場合は高知県の皆さんのみのイベントになりますね。お任せしますけど、はいはい、ということで、だから告知を見て知った人が来てる可能性はありますね。あ、これ以外の告知はね。そう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 。この告知はもうだって高知県民しか見てない。そうなんですよ。だからね、結構届かない可能性があるんですけど。ね、ということで、だからこれだけ高知グッズがあると。なるほど。量もこのサイズのやつもある。黒潮よりちっちゃいですよ。黒潮。黒潮くんか。黒潮くんと黒潮のデカさ比べちゃうと黒潮がさすがにデカい。大滑るドラップだ。こちら。滑るやつになってる、ね。滑るドラップ。ちゃんと。海流の単位量でね、上からの量じゃなくて、
本物の量で比べるとね、しっかりとした龍馬の像もあるしね。あと高知県、これあの空港に行くとこのイベントのポスターね貼ってありますから、あの島崎和歌子さんとやってるやつですね。これ何、高知昇さんの家族を描いて、あ、じゃあ高知家じゃない高知家、高知家じゃないこれ何ですか。これあの高知県のイベントというか PR の施策になってますね、あの、まあ、高知県みんなで家族だぜみたいなね、あー、なるほど、ことやってる、まあ、観光 PR のイベントなのかな。はい、俺結構なぜか高知に行く仕事が多く、あ、そう、高知龍馬空港にも何度も行ってるんだけど、これはねよく見ます、このポスターは。じゃあ高知家のお宅にお邪魔してるんだ。そういうことですねあ、その意識はちょっとさすがにないいやいや、でも高知家のことをもう一個のね家庭だと思って、確かにね、お邪魔しますって言って ね入ってるわけですよ。高知家の皆さん結構奥の方まで入ってるからね、いろんな自治体に行ってるから、山の方行ったりとかしてるから、結構奥座敷まで奥座敷まで行ってる。奥座敷ってそんなに奥じゃないけど近いから、そうね、都市の近くだからでまあだから島崎和歌子さんですよ、高知といえばの、ね、方ですから。高知和歌子さんじゃないのね。あ、そう、そこは島崎です、はい、それはね、そこまでちゃんとやってないから、まるでか、まるでだから、まるで家族のようにみんなでやってこうぜっていうことだから。そう、表札もねこうやって置いていただいて、可愛らしいですね。ちなみに映していいか分かんないけど、持ち出し現金でここまで来ていいのかしら。高知県東京事務所持ち出し現金のものがうちのオフィスにある大丈夫なんでしょうか。結構ね、というのが ね、ちなみに島崎和歌子さん、ウィキペディアによるとですね、南国のボスと呼ばれてるそうですあんま聞いたことないけど、南国土佐を後にしての高知県ですから、ね、ペギ葉山さんね、というのがありますけれど。で、なんか、うちのね、なんかの裏方のメンバーに、高知県に行ってもらったらしくて、はい、その写真が何個かあるということですよ。見ていきましょうか。会場の近くにはですね、ハリマヤ橋がありますと。これはハリマヤ橋。このクイズに出る。クイズに出る。日本三大がっかり名所の一つね、ちっちゃい橋ね、見ても分かんないからそんな感じなんだがっかり名所でごめんちゃって書いてるアンパンマンだ、あれ安隆さん、高知出身だから、ね、あ、そうか、っていうのですね。だってあんな有名なのにこんなそうちっちゃいんだね。かんざし買う同様な、うん、有馬屋橋な。そして、まあ、あの多分スタッフが食べたラーメンが表示されてるなんでなんでって。あとね、今この撮影時点でやってる連続テレビと小説朝の、うん、NHK のランマンやってますけど、はいはいはい、あの牧野富太郎さんのね、あの主人公のモデルが牧野富太郎さん、植物学者ですね。植物学者、うん、雑草という名の草はないよ、うん、パンチラインで有名な、はい、植物牧野富太郎さんですけど、ね、あの牧野植物園があるんですよ、高知県ではですね。だそんなところに寄っても楽しいかもしれないですね。え、高知出身ってことじゃないの。高知県出身ですね。なるほど。という、まあだから今かなり盛り上がってるタイミングだしと。確かにもうランマぐらいまで行ってるもんね。そう、盛り上がりってそういう話ですよね大体大体大体ランマぐらいまで行ってるのところが大事だね、最後画竜転生ですね、うん、っていうところで、あとはなんかそのね、銅像が結構、まあその桂浜のね、あの龍馬有名ですし、はいはい、あと竹地半平太の像がですね、竹地半平太の駅前にあれですね、土佐勤王党当主ですね、あの龍馬伝ではあの大森奈緒さんが演じていたという。ああ伝わってる僕は大井龍馬で知りましたよ。あ、大井龍馬で知ったの。半平太って月形以外もいるんだ。あ、そうね、多分月形半平太の名前由来になってあ、そういうこと、わかんないけど、だからあの龍馬と、まあ、一緒の、まあ、維新志士ではあるんだけど、ちょっと龍馬と方向性が違ったみたいな方かな。竹地随山なんて言ったりしますけどね。ああ、その名前聞いたことある。聞いたことある、ね、そうそうそう、竹地随山なんて言ったりしますけど、そんな方ですね。といった方々の銅像が建ったりして、やっぱりね、あの土佐藩ありましたから歴史にはゆかりが深い、ね、銅像じゃないって。銅像じゃないの。パッと見銅像に見えるが発泡スチロールよ。あ、そうなんだそうなんだ。え、飛んできそうだけどね。確かに、だから飛ばないようにはしてるんじゃない、さすがに。だなんか、うん、そのこれが撤去されてたら今日は風が強い日だって結局分かるらしいそうなんだ、面白。龍馬と、竹内半平太と、中岡慎太郎、はい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 、納得の中岡慎太郎ね、あの陸園隊を作った方ですね、の3人の像が、発泡スチロールで建てられて見どころいっぱいありますね、やっぱね。あと路面電車あったりとしますからね、あの御免駅があります。あ、有名なクイズで出る電車が誤ってるように見える、はいはい、ちょっと可愛いねっていうね。ということでですね、高知県、あとあの
もうすでにクイズで出るって5回ぐらい言った気がしますけど、うん、さらにクイズで出るというと森林率が高いってね。そうですね。これマジでカーボンニュートラルにつながりやすいとこですよ。日本で一番多いんだよね。日本で一番大きい。日本はね、日本全体だと森分の林ですからね。中学受験あるある。森分の林 67% であるという日本の森林率を示すときに。え、初めて聞いた。その あそういうことか。森が何だからってことか。木が3つ分の木が2つね。え、どうやって覚えたの日本の森林率。いや、値を覚えてないですよ。あ、そうなんだ。だから中受の時に、中学受験の時に森分の林って教わったよ。へぇ、教わった。いや、それその自分一人での経験を勝手にあるあるだと思ってるだけ。うわマジで。いや、でもこれ森分の林はさ、3分の2に思えるけど、うん、その人口のランキングでいうと林の方が多いから、うん、それかぶるっすね。なんで1個ランキングかましてんのそこ使わないだろ。森分の林はね、これあるあるですよ。あの中学受験した人って呼びかけようとしたんだけど、高知県民の方のベン図もあるから結構狭くここで呼びかけようとして。確かに、分かる、共感する人はコメントしてください。なんだけど、さらに高知県民で中受してる人ってめっちゃ確かにな。そう、高知県民で中学受験してる人はぜひ森分の林あるあるかどうかね、コメントしてください。よろしくお願いいたします。高知県民の人は日本全体じゃなくて高知の割合覚えてるんじゃないですか。あ、確かにね。高知はだって 80% 後半ぐらいあるからね。めっちゃ全然ですね。84% だから、まあ中盤だな。 84% ってなかなかですね。でこれが日本1位であるということで、まあ、あの植物が吸収してくれる分も、あのもちろん CO2 の吸収量に入りますから、カーボンニュートラルに向けては大事なことですよね。なるほどね。そう、すでにマイナスが一番頑張れてる県であると、そういうことで。そういうことです。確かに。でしかもやっぱり森林って整備しないと、あのどんどんダメになっていっちゃう、うんうん、今放置された森林の問題とか結構日本全国で起こっているので、まあ、そういったところに関してですね、こうかなり手を入れて、あの県も頑張っているそうなんですよ。ってな話は、ね、したいなと。はい、そういう話をね、そういう話をちょっとチラ見せしました、うんうんうん、そういった話をしたりとか、まあ、あの産業をどうやってやってるのか、再生可能エネルギーもね、あのバイオマスとかもありますから、そういった森を大事にして、バイオマス頑張ってますよみたいなことがあったりなかったりするのかもしれない。そういうことを喋ったり喋らなかったりするかもしれない。ちょっと先出ししましたけどね。そんなことをやってるわけですよ。ということで楽しみにしていただきたいですね。ちなみに高知県ではですね、環境パスポートという施策がウェブで運用されてまして、日々の電気の使用量を入力することで排出 CO2 を見える化できるというウェブサービスをやってるんですよ。これを高知県の人はぜひ使ってみてほしいんですね、うん、これ見てる人はね、全員そうだから。なんか確かに皆さんできますからね。そう、ちなみに龍馬パスポートとは違うものですからね。何龍馬パスポート。今多分もう画面の向こうでめっちゃハハハハってなって。ああ、そうだそうだ。もう見つかってるのか。ああ、そうだ。観光施設とかで割引を受けられるあの龍馬パスポート。その龍馬パスポート。そう、あの龍馬パスポートとは違うものですからね。そうです。いろんな施設にね、あの使いますよって貼ってあると思うんですけど、あれとは違いますからね。だから結構ね、喋れそうなことがいっぱいあるなというふうに思っているので。うん、ぜひこの動画を見てる高知県の皆さんはですね、この動画見てると多分ちょっと当日多分クイズやったりしたら有利になると思うんだけど、多分有利には間違いなくなると思うので、ぜひ皆さんもですね、この動画の内容を覚えて会場に来ていただけると嬉しいなと思います。はい、ではイベントのお知らせ改めてさせてください。イベント自体はですね、10月9日の月曜日午後1時から高知文化プラザカルポート大ホールで開催予定でございます。この大ホールがリニューアルしたやつなので、うん、ぜひぜひそちらお越しください。高知県の皆さんはね、まあ、これ見てると思うんですけど、高知県じゃない人も一応来られますので、もう友達めちゃくちゃ仲のいい人が高知県民じゃなかったりしたら一緒に誘ったらいいんじゃないですか。あと県境に住んでる人とか、ね、ギリ燃えスピルオーバーしてる人、そうスピルオーバーしてる人とかもぜひ、ないと思うけどね、来ていただければと思います。で、まあ、もちろんカーボンニュートラルはこのイベントじゃなくても大事な要素なので、ぜひぜひ皆さんも勉強していって、僕たちと一緒にですね、地球のためにできることをやっていければと思っております。そしてですね、もう一つ催し物がありまして、高知県さん主催のですね、高知脱炭素漫画大賞というものがあるんです。でこれは見た人が脱炭素に取り組みきっかけになるような漫画作品、これを募集してるんですね。だからいろんな人がこう脱炭素に取り組みたくなるような、ちょっと短めですけどの漫画を描いてもらって、それのいいやつを決めようというやつになってるわけでございます。まあ、こっちね、そもそもあの漫画家さんの出身有名ですから、あのアンパンマンの柳隆さんとか、はいはいはい、あとは、黒金博さんとか、あと西原理恵子先生とか、うん、いろんな方ね、まあ、挙げたらキリがないぐらいいらっしゃるんで。確かに香川で友達がその、うん、
あれなんだっけな、下敷きかお箸袋かなんかに、うん、その高知県のグッズみたいなの持ってて、高知県出身の漫画家みたいなの40人ぐらい書いてあった。すごい、そんなにめっちゃいたなと思って。それだけ集まるぐらいにすごいわけですよ、漫画がね。漫画甲子園やったんすけど。ああ、高知だったかもね。高知、そうだそうだそうだ、漫画甲子園、そうだ、そういうのもありますから、やっぱ漫画ね、ちなんでるわけですけれども、そう、ということなので漫画大賞ありますよということでございます。これは高知県民の人しかできない。これは、どこからでも、全国どこからでも応募できます。どこからでも応募できます。はい、まあここで言う意味はあんまない。高知県の人しか見てないんで、結局ね、見てないからね。そうです、残念ながらご応募待ってますということで、今日はね、高知県民限定の動画を撮ってまいりましたけれども、僕も10月にお世話になるので、その際はぜひぜひよろしくお願いしますということで、イベントのご応募待っております。さよなら。さよなら。